皆さんこんにちは、星椎茸です。ドラゴンクエストヒーローズ2、双子の王と予言の割やっていきたいというふうに思います。はい、それではゲームをやっていきましょう。まずは冒険の書を作るところからですね。1番からいきましょう。ちなみにですね、途中までねこれやったんですよね。で、やったんですけど、なんか声が入ってなくて、確認しながらやってたつもりだったんですけども、声が入ってなくてですね、ちょっとやり直しをしているというところです。ですので、途中までストーリーは自分は知っているんですけども、まあ一応、初見プレイ風、そこら辺まではね、初見プレイ風と、あとは初見プレイでやっていきたいと思います。ラゼル、正義感の強い士官候補生と、でテレシアが彩色兼備の士官候補生、常に冷静に仲間を導くしっかり者の女剣士と、でですね、先ね、やった時にラゼルを使ったんですよ。でラゼルが双剣なんですけども、ちょっとね、双剣使いづらかったんですよね、自分からしたら。本当はラゼルを双剣でやりたかったんですけども、ちょっと今回、テレシアで行きたいと思います。すいません、テレシアでやり直しをしていこうというふうに思います。さあ、行くわよ。いとこの名前はラゼルと。この二人で冒険を始めます。はい、カメラ操作ね。まあ、がっつり操作でいきましょう。縦回転、標準、縦リセットもすると。で、移動速度だけ4でいう風にいきたいと思います。このゲームはオートセーブに対応をしています。うん、ネットワークにね、接続すると。ということで、接続をしてもですね、プレイステーションプラス、これ関係ありましたっけね。プレイステーションプラスは今、ちょっと切れていますので、オンラインマルチプレイを楽しむには、プレイステーションプラスへの加入が必須ということですね。竜が太陽を食らう日、双子が生まれる。再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。読めん、なんとかの書より。かつて大きな争いがあり、世界は七つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。はい、いきなりチュートリアルですね。ありがとう。まずは基本中の基本、敵との位置取りだ。さあ、敵に近づいてみるがいい。オッケー、じゃあ近づきます。悪魔の基礎やっつけろ。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。攻撃こそ最大の防御なり。うむ、その調子だぞ。みんな攻撃を繰り出していくのだ。四角三角で浮かします。三角一回でジャンプ、ジャンプ三角で回転切りか。はいはい、これがチャージ3です。これじゃないな。うん、灼熱タイム。おいって。今のなんだ。好きか。チャージ2がこの好きと、チャージ3が灼熱タイムだ。前の1の男シーンも同じ攻撃。
いにしえの大戦争。暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい！久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ホニロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく元気そうね。まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。お、オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要はもう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらず卓球委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞ。ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。よし、じゃあやっていきますか。まあここではね、軽い戦闘訓練。手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった、我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。よし、基本アクション覚えよう。ほいほいほい。うむ、その調子だぞ。さあ次はこれをやってみるのだ。はっ、爆裂バーンズ。うむうむ、攻撃の基本はバッチリだな。続いて守りの基本を教えてやるぞ。敵の攻撃を避けるには三かわしだ。よし、早速やってみろ。うん、いいぞ。えまだ何もしてへん。この攻撃は防御できるぞ。さあ防御してみるのだ。両足と防御はバッチリ。これで守りは完璧だな。次は特技と呪文のおさらいだ。どちらも NP を消費するぞ。早速特技を出してみるのだ。 OK。 煉獄斬りと炎天斬。
あ、ちょ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 、おい、どこ行くね、どこ行くね、え、炎天下なかなかやるな。1年間お前も鍛えてたってことか。二人とも本気になってきたようだな。よし、最後はテンションについてだ。敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりするとテンションが溜まっていくぞ。テンションがどれだけ溜まってるかは画面の左下のゲージで一目瞭然だな。さあ、お互いに本気で戦ってテンションを溜めるのだ。お、危ない。ちなみにですね、テレシアが炎攻撃で、ラゼル、双剣ですね、双剣の方の人は氷の攻撃と、前回のヒーローズ1の男女の逆の属性ですね。いた、うせやん。いや、ちょっとスキルじゃないよ、隙が大きいな。これ結構こんな隙でかかったかな。お前はジャイワルで1年間頑張ってたんだな。あなたも随分腕を上げたわね。けど私の本気はこんなものじゃないわ。望むところだ。よし、じわじわたぎってきたぜ。俺も思いっきり行くぞ。ああ、二人ともストップストップ。前もな。うんうん、二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え、あー、いい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今、ジャイワールって言った？ああ。逃げ急げ！早く呪文の中へ！争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールと殿下は友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は町の人たちを守るんだ。そうね。よし、では攻めてきた敵を戦いましょう。いやー、怖いよ。ラゼル、ジャイワール軍が魔物と攻めてくるなんて、どうしよう。ホミロンは危ないから下がってろ。プレシア、俺たちはオレンカ軍に協力してジャイワール軍の侵入を防ぐぞ。うん、オッケー。さあ、行くわよ。灼熱カインザーの出が遅いな。さっき初めての実戦がジャイワール軍との戦いになるなんて。まったくだ。こりゃジャイワールに帰ったら俺たちただじゃ済まないぞ。助けてくれ。よいしょ。でも今はオレンカの町を守ることに集中しましょう。ほい、ほい。そういえばザザールはこのことを知っているのかしら。わあ、ジャイワールの王子様さ、俺
たちの幼馴染なんだ。まさかセザールが関わっていないというのか。おお、いっぱい来た。はい、 OK です。うわ、いっぱい使っとこう。もう我慢できないわ。おー、我慢できない。もう敗戦した状態の間はダメージを一切受けなくなると、攻撃力が上昇して悪い異常が状態異常が全て無効化されますと。 MP を消費しないで特技や呪文を使用できるようになります。丸ボタンで必殺技を発動ということですね。この辺は原作をやってる人にはまあ分かってると思います。あれ使っとこう。覚悟しなさい。ちなみにラゼルはギガブレイク。おとなしく帰ってちょうだい。これ以上傷つけられたくないわ。さすがだぜ。本気になった学級委員長やっぱ怖えよな。お、レベル上がったよ。やっつけたかな。また強くなれたわね。よし、ジャイワール軍の勢いが弱まったな。国民の避難もおおむね終わった。我々も交代して内門を閉じるぞ。よし、だいたい片付いたな。へえ、ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。はい、ということで赤い巨獣と女戦士、まあ、鬼コンボが出てきたところでちょっと時間もなくなりましたので、まあ、今回はここまでにしておきたいなというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。